車窓がなかなかあれが、ああいう作りでエロ風になるのか、あのエロというかああいう時代物風になるのかというのはあれ以外に役立ちますね、はい、あとあの御前様があった座布団があったところ、ああいう作りだと一気に空間が変わりますね、なんかちょっと偉い人がいそうな感じで、祭りごとって感じでお店があるの、そうですね、いろいろ考えられて作られてますね。やっぱりここから見るように5階に見えるんだよね。ここからはちょっと見にくいです、ね。ああそうです、ね。ここから見えるようにって言いましたけど、見えない。奥から見るとね、5階建てに見える。近すぎて見えない。5階建て。5階建てが実は6階建てだったというね、はい、新事実を発見と。発見ですね。はい。はい、そういうわけですね。皆さんお勉強になりましたか？なりましたね。本当ですか？はい、寒いだけじゃないの？寒かったよ。はい、部屋がいっぱい写真撮ったもんね。そうだね、寒かった、足の指がかじかじます。来られる時は冬場でしたら靴下2枚、そうだ、ね、冬場というか、はい、これからの季節は、はい、多分靴下2枚で訪れた方が多いんじゃないかと思います。春北海道を足元の方にやっていただくと、はい、靴下用のやつ今あると思う、はい、冷え冷えですよ、冷え冷えです、はい、ただ今回の目的であるこの松本城、はいはいはい、お城を見て、はい、なんか感じましたか、歴史というか。そうですね、まあ、やっぱり今回の、ね、はい、生活する場でないにしろ、はい、ここに何日も籠城とかするわけじゃないですか、はい、まあ、下の時には多分立てこもったりしてたんだろうね、立てこもったんだろうね、大変だね、大変だね、だってトイレがないんじゃないですか。そこか、そういえばトイレどうしてるんでしょうね、どうしてんだろうね、うん、6階まで行ってたらトイレないね、大変だよね、うん、それはあれですよ、あのでも昔のそれ専用の人がいたんですよ、ちゃんとあの器みたいなの持ってくるんだよね、逆にトイレに行くんじゃなくてトイレを持ってくるんだよ、の役職の人がいたんですよ、なるほど、はい、男性も女性も、なるほど、ということですね、そういうことだか、はい、謎忘れてあと、では皆さん、はいはい、冷えたということなので、はい、温まりに行きます、はいはい、どちらに行きますか、暖かいものがある場所ですね。あっちにあのなんか事務所的なところに売店があったので、ここに、はい、ここでちょっと暖を取りましょうか。あっちにですね、そのお城、いろんな全国のお城の写真が貼ってあるんですよ。見に行きます。お、いいですか。全国のお城いいですね。いろんな城が。いろんなお城の写真が見ると、ここは分かるけど、好きな松山城もあるかもよ。先ほど、感じはこうですね、松本城でございます。素晴らしい建物ですね。